温泉寺は、長野県諏訪市湯の脇にある臨済修明神寺派の寺院。三号は臨光山。本尊は薬師如来。中部四十九薬師霊場七番札所。二代高島藩主、諏訪忠常が植え、諏訪温泉の源泉を守るために、下諏訪の淳寺十四世、大霊原筆寺を解散として、官営十七年混流された。以来高島藩諏訪の母大寺となり、 ただつめからやしろただひろまでの類代藩主の病がある。明治3年温泉寺の火災によって、同時の本堂一家の伽藍が消失したため、高島城より、薬衣門、山門、農部隊が移築されている。また、高藤石工、森谷貞治による、岩道地蔵などの石仏がある。影響二年作という古金はもともと、稲市の安養寺にあったもの。織田信長が、 武田勝頼を攻めた時に、神金として、ここまで引いてきて捨てたものを、寺総研の時に、同時の盆昇としたという。高台にあるため寺からは、諏訪湖をはじめ、諏訪の温泉街が見渡せる。多方島は、四死底文化財となっていて、もともとは、江戸時代中期に建てられたが、明和4年1767年、再建されたもの。墓地の横の木の下にある五輪塔は、 泉式部の墓と伝えられている。下諏訪塾は泉式部の出身地という説がある。高島藩主諏訪家墓所が国の史跡に指定されている。諏訪市有形文化神仏集合温泉寺鉄道、JR 中央本線上諏訪駅から徒歩約15分。ありがとうございます。